船吉成の毎日が有給休暇。こんにちは。こんにちは。本日の格言はこちら。不幸は絶好調の時にやってくる。なんでやってくるんですか。絶好調の時ほど不幸に陥りやすい。なんで陥りやすくなっちゃうんですかね。自分その現状に満足。まあそうね。もうよくね、勝って兜の尾を締めよってね、勝つとね、甘くなる、脇が甘くなる、そして次もね、勝てる気がしちゃう、そして努力を怠る、ね、自己肥大化し傲慢になる、努力を怠る、これがね、次の不幸を招く。成功こそ最大の失敗要因、ね、成功を何か成功するから、その成功を引きずり、次のもっと大きな今度は失敗をね招いてしまう。失敗してる間っていうのは人間いろいろ工夫してね成功するまで頑張ろうってやるんですが、一旦成功するとね脇が甘くなっちゃう人が多い。で大半の失敗っていうのは過去の成功が招いてる。絶好調の時こそ人生をね狂わすものないの。宝くじに当たって不幸になっちゃう人みたい、大体こういう状態になる、みんな。だから本当に会社が調子のいい時に、ね、銀座に飲みに行きとかね、なんかいい車買ってとか、しかもなんかフェラーリなんか乗っちゃったりして、ね、帝国データの人とかよく言うのは、フェラーリ乗ってるね、社長の格付け下げちゃう。ひげ生やしてるやつと、フェラーリは要注意。俺もひげ生やしちゃってるからね、もうどんどん点数が下がっていっちゃう。フェラーリは乗ってないけど、これね、そういうものにお金を使ったり、ひげはね、何かっていうと、協調性のないやつね。協調性のないやつはね、勝手な服装に出るわ。まあ私も初代だからね、勝手なことやって生きるのが、楽しんで、どうせもう無借金経営だし、点数下げられようが何されようがね、気にしない。その方がね、気にせずやる方が経営はうまくいくから。ただし私もね、好調の時にはね、この言葉を絶対忘れないようにしていこう。好調の時こそ、次の投資を考えよう。余裕があるからね。で、イノベーションの起きる会社っていうのは、いい会社。起こせるんです。余裕が出る。余裕が出てうまくいくのと、余裕が自己肥大になり悪くなる。余裕が出た時に会社って二手に分かれちゃう。さらに良くなるところと悪くなっちゃう会社。だから余裕はね、本当はイノベーションを起こす種になる。次に投資ができる。こっちの方に行けば不幸を招かない。ここがね、今日のポイント。